はい、どうも皆さんこんにちは。河野塾イズム塾長の河野玄斗です。河野塾イズム現代文庫分講師の田中です。皆さんちゃんと過去問正しく使えてますか？あら、過去問ってめちゃくちゃ大事なんですよ。大事だって、その大学が本当一心をかけて1年間かけて作り上げた問題なわけじゃないですか、うん、こういう人をうちの大学に欲しいですっていうのが過去問に現れてるんで、うん、それを分析しない手はないんですよ、うん、今回はね、皆さんが第一志望に無事合格できるように過去問の正しい使い方をお伝えできたらなというふうに思います、うん、この時期にまず前提として、うん、過去問をやる目的っていうのは大きく分けて2つのフェーズがあるというふうに考えてます、うん、まず1つがゴールとの距離を知ること、うんうん、やっぱり過去問を見て初めてどれくらいのレベルの問題が出て、かつどれくらいの点数がそれで取れればいいのかっていうことが身に染みて分かるわけですよね、うん、大学によっては教科書の基本問題をしっかりと押さえてればいけそうだなとか、うん、あるいは応用問題がただ解けるだけでも意味ないなと、もっとより深い思考を勉強していかなきゃいけないなとかっていうのが過去問を見て初めて実感できるわけですよね、うん、そういう目的から考えると、うん、実は参考書を見ながら一回過去問を解いてみてもいいと思うんですよ。めっちゃいいと、いいですね、はい、っていうのも参考書と乖離がどれだけあるかっていう話しましたが、うん、参考書さえしっかりと押さえてれば、うん、この問題が解けるのかどうかっていう検証ができるわけですよ、うん、その検証して解けるのであれば、あ、じゃあこの参考書やり込めばいいじゃんってなるし、じゃあ解けないのであればどうやったら解けるんだろうっていうことを考えるきっかけになるので、でまだ全然勉強終わってないから過去問解かないではなく、うん、参考書を見ながらでいいから過去問1年分やってみることをお勧めします、うん、まあ、特にこの後過去問に挑もうってなった時にこの時期だとまだ多分できないんです、うん、できないんですけど、うん、別にそれはそれでもいいです、大丈夫なんで、まあ、安心して、うん、その参考書見ながらでいいから取り組むってことを恐れずにまず絶対やってほしいっていうことですね、うん、逆に解けてたらもう合格できるってことですからね、はい、解けないことを前提に怖がらずに受けてもらえたらいいかなと思います、うん、で過去問演習の2つ目の目的なんですけど、うん、普段の勉強の方向性の修正、これにあると思います、うんうんうん、まあ、過去問を1回解いた上で、うん、ある程度学習を進めていくと、うん、まあ、いよいよね時間を計って過去問を解いていくことになると思うんですけど、うん、その時に絶対合格点には達しないじゃないですか、うん、じゃああと何をすればその合格ラインに達したのか、うん、自分が今合格ラインに達していないのは日頃の勉強でどういうところが足りなかったからなのかっていうことをちゃんと考えていくと、うん、これが非常に重要なわけですね、うん、重要なのは解けなかった問題を見た時に、うん、どうやったらこの問題解けるようになったんだろう、うん、単純な知識不足なのか、うん、ここの部分の考え方思考プロセスっていうのを抑えてなければいけなかったのか、うん、とかっていうのを分析することが重要ですね、はい、重要なんですけど、うん、ここでちょっと僕注意してほしいなって思うのが、うん、そのできなかった問題は本当に解けなければならなかったのかもちょっと考えなきゃいけないなと思うんですよ、うん、入試って8割9割で受かるもんじゃなくて大抵の人は6割とかで受かること多いと思うんです、うん、それを忘れて丸付けしてるとやっぱできなきゃいけない気持ちになっちゃうと思うんで、その6割取るためにじゃあこの問題が本当に必要だったかの参考書を見に行って載ってないじゃんみたいなこともあると思うんですよ。じゃあそれって本当はいらなかったんじゃないのってこととか、うん、でそこをじゃあ追いに行く追いに行かないとかをちゃんと取捨選択しなきゃいけないってことだと思うんですよ、うん、そこは本当に注意してほしい。そうですね、70点分の基本知識、うん、30点分めちゃめちゃ細かい知識が出されたとして、うん、30点分落としたとします、うん、うわ知識問題弱いって必ずしも思わなくていいと、うん、もし合格最低点が50点なんだったら、これ要は基本的なところをしっかりと抑える基礎力が大事ってことになりますよね、うん、逆に合格最低点が80点なんだとしたら、うん、あ、じゃあ細かい知識入れなきゃいけないと、うん、そうなるわけなので、うん、結局はその問題だけじゃなくて、うん、その合格者がどれぐらいの点数を取ってくるのか、うん、そこも合わせて日頃の勉強の指針っていうのを決めてほしいなというふうに思います、はい、その年とかにもよりますし、うん、その人自身の得意科目もあるので、その得点戦略みたいなものも関わってくると思うので、うん、そこも大事にしてほしいな。そうですね、入試本番までの時間はやっぱり有限なので、うん、全科目に無限の時間を割けるわけじゃないんで、この科目で自分は点数を取るんだっていうのをしっかりとその過去問を通して見極めてもらえればいいかなと思います。まあ、このように過去問演習にはゴールの確認、そして日頃の勉強の方向性の修正、うん、この2つの目的があるので、うん、決して過去問を解くことが目的ではないということは注意しましょう。過去問を解くことはあくまで手段です、うん、手段と目的は履き違えることがないように注意しておいてください。はい、で特にこの後12月とか1月になればなるほど多分現れるのが、解いてなんか丸付けして俺あの年9割取れたぜみたいなことをやたら自慢してくるだけの人がいるんですよ、うん、そういう人多分丸罰ゲームを開催しちゃってると思うんですよ、うん、差がいくつだったかも忘れちゃって、この時期はもう過去問だが解くんだってなって丸罰ゲームして満足ってこと、うん、
こう人がやっぱ現れちゃうと思うんで、そういう人を本当に見つけたらちょっと注意してあげるか、やっぱり僕はこうならないようにしようって、うん、別に80点だったぜってなって、うん、だから何って終わりますもんね、はい、この3はなんかどんな過去問ライフを送られてたのか。あ、僕は数学の問題解いて、はい、あ、この年は満点取れたのかっていうゲームしてました絶対に参考にしないでください、はい、そうやってたんです。楽しかったですね。あ、全然あの やってるレベルのことが違うんで、満点じゃなかったなとかっていうので楽しい、はい、そうですね。あ、この年は満点取れたのね、うん、みたいな感じで満点取れるかゲームしてました。あ、全然参考にならないんで、はいはい、聞かなかったことにしてください。ということで今回は過去問の正しい使い方について話してきたんですけど、まあ、今ね徹底基礎講座を使って学習されてる方はもうその学習を終えたらすぐに過去問演習に取り掛かってもらって大丈夫です、うん、過去問演習をする中でこの部分弱いなっていうふうに思ったら、その都度その該当する徹底基礎講座に戻ってもらってっていうことを繰り返していけば、もうそれだけでね合格ラインに達することは間違いなしです。ぜひ正しく過去問を使って合格を勝ち取ってください、うん、まあ、今後もね受験生の合格可能性が 1% でも上がるような動画をたくさん出していこうと思いますので、チャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。